ということで、今日は古川優香ちゃんのリカフロッシュを使ったオレンジ秋メイクをやってみました。ということで、見てみてください。どうぞ。はい、ということで今からオレンジメイクをしていきます。あ、アンブリオリス、マジでプチプラのみでやっていくんで、わざわざプチプラを選んでいるわけじゃなくて、本当にプチプラしか買わないから、プチプラしかない。オレンジメイク初めてするかもしれん。なんかずっとしたくて、オレンジメイクで、ちょうどもう秋じゃん、秋になるじゃん。だから次はキスマットシフォン UV ホワイトニングベース、肌を塗ります。あ、間違えた間違えた。これキャンディードールプライトピュアベースラベンダー化粧下地。危な、これでちょっとなんか気になるとこ、これね、前古川優香ちゃんが愛用してるって聞いて、これめっちゃいいって聞いて、ドンキにね即買いに行ったの。そしたらね、もうあとね、この前行った時はねもうなかった。でまた再調整して行ってみたらあって、これ絶対買わなきゃと思って。古川優香ちゃんの影響ってマジですごいんだなって思った。もう古川優香ちゃんがこの化粧を使ってるって言っただけでもうなくなるんだよ、その化粧水が。肌を白目にします。さっきのキスマットシフォン、これでもね、言うてファンデーションじゃなくて化粧下地にも使えるって書いてあるから、これ言うて、まあ、ファンデーションにも使えるしベースって書いてあるから、多分ね化粧下地だと思うんだよねこれでも手で塗るのめんどくさいから、スポンジで、これ100均のスポンジ。なんか白い肌の方がさ映えるっていうか、メイクが映えると思うんだよね、自分的には。なんかうちさ頑張ってさ、その方言でなんか友達と喋ってるみたいに頑張って喋りたいんだけどさ、なんか友達と話してる時しかさ方言出らんけんさ、あ、今は出たけど、なんかすごい変な喋り方になっちゃうんだよね、わかる。あ、今はザ・セムのコンシーラー、キャンメイク、マシュマロフィニッシュパウダー、 MP って何？冬はあんまりパウダーしないんだよな。なんか夏はさ崩れるからさパウダーするようにするけどさ、なんかな、冬になるとさもう全然汗かかないからさ、もうクッションファンデならクッションファンデだけでいけちゃうみたいな感じだね。感じだね。うち手が汚れるのが嫌なんで、いちいちもう肌が終わったらこう手拭いてみたいな。なんか手汚れるの嫌じゃない、化粧してて。なんか気になる、手がもう手になんかついてるって感じがする。ねえ見て、これマジうまいの、カリンと無選別カリンと、これめっちゃうまくて、さすがに一日に全部は食べないけど、アイシャドウ来ました。アイシャドウパーフェクトマルチアーズ01番のここの色を使います。美容系 YouTuber じゃないからさ、はい、ベースでとりあえずこれを塗って、秋メイクだから結構濃くしたいんですよね。茶色を塗ってみようかな、ここの涙袋にも塗っていきます。でもうちが囲んだらなんかおかしくなるよね。なんかさ、その子がやってると可愛いのに、その子が着てる服が着る、その子が着てる服、え、その子がやると可愛いのに、その子が可愛い子がやると可愛い、うん？なんて言ってんのうち。あ、涙袋かきます。その子がやってると可愛いのに、その子がこのメイクしてると可愛いのに、その子が何、可愛い服着てると可愛いのに、うちが着るとめっちゃ残念みたいな、よくあるよね。これキラキラにしたい、とりあえず涙袋キラキラにしたら可愛いっしょみたいな。早く早く古川優香ちゃんの口紅塗りたい。これどうやって見せればいいのキラキラキラーン、キラキラキラーン。あ、こことかここの色を混ぜて描きます。ちょっとシェーディングで、キャンメイクシェーディングパウダー03番で、顔の彫りをもっと深くするために、ここに何か脂肪が多いの、ここの脂肪消えろってマジで、この脂肪。はい、まずはこれ100均です。本当は100均じゃない方がいいと思うけど、もう100均でもかけちゃうから。100均のオートアイブロウ OPOK2、 何これ OPOK2 って何やねん。
溶かします。溶かすの結構いいよ。私最近マイナスイオンを感じに行きたいなって思って、なんか滝に行きたいやん、川に行きたいやね。韓国のさメイク YouTuber さん見てるとさ、なんとか事故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 いいよね。あ、今これ使ってるのはヘビーローテーションパウダーアイブロウノーズシャドウナチュラルブラウン02番です。の真ん中の色を使ってます。でも最近は太眉にしようと頑張って、とりあえずかりんとう食うか。キャンメイクグローフルールハイライター01番デパコス買いたいの。デパコス買いたい。あのファンデーションだけでいいからデパコス買いたいの。なんか成人式の前撮りをやって、でメイクしてもらったんだけど、あの美容師さんに、でなんか全然納得いかなくて、まあ最初は着物着る前はめっちゃ可愛いじゃんと思って、このメイクやっぱしてもらってよかったって思ったけど、やっぱ着物着るとね、なんか全然違うんよ。なんか着物着るとなんかめっちゃブスって思って、さらにまたカメラマンさんにあの撮ってもらうじゃん、前撮りの写真をね。で撮ってもらうと、はっ何これぶっさみたいななるの。でもないすぎて、やっぱ涙袋作ってほしかったなとか、眉毛こうしてほしかったなとかさ、すごい後悔したから、資生堂のビューラーで。セグうまみちゃんからのやばみちゃんから、セグゆら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 二人の恋は宙に舞っていく、ゆら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 綿毛みたいに揺れてる。私が最近ハマっているメイク方法は、こういうグロスがあるじゃん、これでねまつげを塗るの。これをねもうまつげに塗っちゃえばいいんじゃないかとね思い始めたんですよ。最近うちルンよって言っちゃう、九州のユーチューバーを見すぎて、もうみんなルンよルンよルンよ言ってるから、もううちも映っちゃった。なんか映るくない？これはどうでもいい、もうアイラインはどうでもいいよ。これとこれを混ぜます。秋メイクなんで茶色っぽくしたいんです。とりあえず茶色と黒を使えばいいよ。目尻だけ垂れ目気味で、もうアイラインは真似しちゃうと変なくなっちゃうから、自分の好きな形でいいんじゃねえかな。このアイラインは字書きにくいから買わない方がいい、なので紹介しません。ほらめっちゃ描きにくいよこのアイラインな、パサパサってなる。チークチークチークはこれキャンメイクパウダーチークス PW38、 これ塗っても意外に可愛いんじゃないかなと思って、うちは最近ここら辺塗るのが好きなんですよね。なんか最近自分的にあのリューチェルの日焼けチークが来ててちょっとここも塗っちゃいます。鼻先塗るの流行ったよね、鼻先も塗っちゃう。はい、そしてついにリカフロッシュだなんだ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 ん。これねうちねなんか使いすぎて、てか横にポーチになんかめっちゃドロドロになっちゃったの、ここにももう溢れ出して、でも掃除しました、ここもう全部ドロドロだったの。はい、そんなことより早く塗っていきます。塗れよって話よな、早く塗ります。私は内側から塗るのが好きです。ちょっとつけすぎたなって思ったら、後でティッシュで拭いたらめっちゃいい感じになります。まってや。今日はうちはね古川ゆかちゃんのリップを宣伝したいので、古川ゆかちゃんのリップしか使いません。でももうちょっと潤いが欲しいなって思ったら、グロスをねここにねチュン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 って塗るとね、ちょっと人中短縮というか唇にヒアルロン酸を入れた感じになります。完成、はい完成しました。どうですか、秋メイクです、先取り秋メイクです。なんかあんまり濃くなくていいんですよ、なんか古川ゆかちゃんのこのリカフラッシュ、なんか赤っぽいしオレンジっぽいしみたいな、あ可愛い、濃い方が可愛いかも。秋メイク、オレンジメイクですね、秋メイクっていうかオレンジメイクかな、なんていうの。みんなも参考になったらいいなって思います。